ナミユです、今日もですねファーストアルバムの情報について皆さんにねお話ししたいところなんですけども、まあリリースが夏ということでちょっとこうなんて言うんですか、ちょっとじらしちゃおうかなってスタッフさんが言ってたのでじらしていきたいと思います。今回の動画は何の動画かと言いますとですね、せっかくなので今回私がリリースさせていただくアルバムのタイトルを皆さんに当てていただきたいなというクイズ動画になっております。今回のアルバムですね、実は私自身で、タイトルをつけさせていただいたんですけども、今回は候補が3つあるのでその中から実際にどれがアルバムのタイトルになったかを皆さんに当てていただきたいなと思っております。じゃあ候補を3つ発表していきますね。まず1つ目、ネスレケース。はい、難しいタイトルなんですけども、まあ聞いてくれる方の心に寄り添えるようなアルバムを作りたいなという意味から、ネスレ寄り添うっていう意味と、そのアルバムっていうものをケース、入れ物に例えたネスレケースというタイトルになっております。そして2つ目、プロローグという、だいぶシンプルなタイトルなんですけども、ファーストアルバムということで始まりとか序章という意味のタイトルになっております。そして3つ目は Can't Get Out ということで、このアルバムでよりもっと私のことを好きになっていい意味でこう抜け出せなくなるような中毒性のあるそんなアルバムにしたいなという思いから考えさせていただきました。ということでどうですか、個性豊かな3種類のタイトルなんですけども、こちら Twitter のアンケートで皆さんに回答していただこうかなというふうに思いますので、ぜひツイート見つけて回答してください。よろしくお願いします。こちらのタイトルの正解発表は4月30日にアップされる YouTube の動画で正解発表をしたいと思いますので、まずはぜひ4月30日を待っていていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。バイバイ。